のですね、まあ、心臓が、まあ、だいぶ大きくなってるのが一つと、ここね、頭があって、首の骨、まずここがおかしいんですよ。ここになんかちょっと白い濃いのが出てると、この辺ちょっと変形性脊椎症があって、ここも詰まってる。わかりますかね。ここに隙間がなきゃいけないんですけど、ここ隙間がないでしょ。じゃあ痛いんですか、骨。そう、痛いと思います。からと、でもここの症状じゃなくて、あの肋骨がない腰椎ね、腰の骨、はい、これは割と正常の形してるんだけど、ここだと下に余分に骨が出てる、わかります、はい、ここもここも、はい、これも前からあったんですよ。だけど症状は出てなかっただけで、でここの症状が出て、こう隙間がないじゃないですか、はい、あるじゃないですか。でもこう隙間がないとか狭いとかね、うん、だから腰椎の脊椎間板ヘルニア、ただ痛いのは後ろ足まだ感じてたから、こう つまんだら痛いって言ってたから、痛いうちは反応する可能性があるんですよ。もう痛くなくなっちゃうと厳しいということですね。それと、あ、まあ、だからこの症状は腰です。それと、